はい、億万長者合宿をご覧の皆様こんにちは。そしてですね、底辺長者合宿再開おめでとう、早沢ちゃん、そして、花屋龍馬さんということで、余談も申し上げました。吉田さんね、まさにね、月に行く方法ですか、あ、ハワイに行く方法か、まさにいい例えだと思います。これね、以前ね、私ね、月に行く方法っていうので動画を撮った覚えがあるんで、吉田さんとはね、名前だけでなくそういう風な思考もシンクロするところありますよね。ちなみに月に行く方法っていうのは、自転車を漕いでもスーパーカーに乗っても月には行けないよねって話と、月に行くためには月に行くための方法を取らなければならないよねと、すなわちロケットに乗っていくってことなんですよね。で、ロケットに乗っていくってことは、地球の重力加速度を突破して全く別のエネルギーを、推進力をつけなければなりません。で、トレーニングもいります。車に乗れる人ほどロケットに乗れるっていうのは簡単なことではない、資金的にもね、技術的にもっていうことなんですよ。で、それをお金の稼ぎ方にこう組み替えていきますとね、私実はね、2015年を最後に自分の経営していた店舗を閉めたんですけども、一番多い時で20店舗経営してたんですよね、広島市内中心部 で。その20店舗をいくらね、頑張って経営しても、例えばね、3年間で1億円以上の利益を、個人利益をね、残すことはできなかったと思います。で、それは何でかっていうと、リアル店舗という性質から固定費がかかりすぎるんですよ。家賃と人件費、この2つが、極めて大きいです。で、この2つがかかった上に、今回の感染症でも分かったように大きなリスクが毎日存在してるんですよ。それは営業できないかもしれないっていうリスクですよね。当然店舗って営業をオープンしてですね、人を来てもらって、で、商品を流通させたりサービスを流通させるしかないんですけども、ただね、大雪の日はできませんよね。で、感染症が世界的に蔓延してもできませんよね。それから深夜の時間帯できませんよね。いろいろできない制約があるんですよ。まあ、ですんで、店舗の経営とか、それからね、会社を経営する中で人件費を使いながら、固定費を使いながら、3年間といえどもね、一人の人に、会社としての利益じゃないですよ、一人の人に1億円以上の利益を残してあげることっていうのは、まあ不可能に近いんですよね。それこそ車や自転車で月に行くほどの難しさはないですけども、それにしてもまあ難しいと思います。でですね、私がじゃあ月に行く方法として選んだのは、このビジネス世界で選んだのは、インターネットなんですよ。インターネットを使って何もかもするってことです。今は集客も商品作りも顧客フォローも入金、こういったものもね、集金もね、全てインターネットでやってます。そればかりか、全て YouTube でやってるんですよ。 YouTube で集客して、 YouTube で商品を作って、 YouTube で販売して、 YouTube で入金をお願いするとね、 YouTube オンリーなんですよね。そうするとですね、人はいらない、人件費いらない、24時間できる、365日できる、自分のこの顔を晒すことだけでできる、全て完結する、喋りだけと、ね、何もかも経費がかからないことでできるんですよ。じゃあ経費がゼロなんで、マイナスになりようがないんですよ。どんなに売り上げが悪くても売り上げマイナスってことが起きないんですよね、経費がないからなんですよ。ということで、私はね、2015年からこのインターネットを使ったビジネスを強化してですね、実際には2013年から始めたんですけども、2013年から2015年の2年間っていうのは、経営している店舗とか人件費のマイナス分を埋めるために、2013年から2015年のインターネット活動があったんで、もう本当にトントンってペイだったんですよね。毎月毎月百数十万稼いでは、インターネットで速稼塾で稼いでは、こちらの店舗とか従業員の給料にどん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 流していったってことなんで、私の手元には全くお金が残んなかった状態です。まあ、その中でも少しずつ残していったんですけどね。まあ、そうするとですね、まあ、2015年ぐらいには1億円を突破するような、売上といいますかね、利益が残ることができて、借金を全て返して、税金をきちっと払って、そして残ったお金でこの家を買うことができたということなんですよね。家を買ったのが2016年です。で、それから隠居暮らしというものに入ってきたわけなんですけども、ここでね、皆さんに言えることなんですけども、今いろんなお仕事されてると思いますけども、ことお金を残したいんだったら、インターネットを使ったビジネスをするしかないということなんですよ。これもう一回ね、繰り返し言いますけども、
インターネットのビジネスをするしかないんですよ。リアルなビジネスをやっていってもどうやってもですね、今の暮らしが大きく変化することはありません。もうそれはしょうがないんですよ。どっかの会社の経営者になって一発狙うってのはありますよ。でも多分この動画を見てる方で会社の経営者の方っていらっしゃらないと思うんですよ。でそうなるとね、やっぱりインターネットを使ってインターネットを使った会社の自分が社長になるしかないですよね。副業といえども副業の主っていうのは自分ですから、副業の社長なんですよ。そういうことでね、副業ってものをどんどん始めていって、できれば難しいかもしれませんけども、今やってるお仕事はやめてしまって、そのインターネット活動をオンリーにした方が私はいいと思いますね。これは私だから言うんですよ。だからご自身に当てはめすぎてね、本当に明日から会社辞めるって選択をしてほしくないんですけども、私の場合はインターネットの速稼塾っていうね、これをやりすぎたために自分の持っている店とか会社は全部潰れたんですよ。でもそれでも大きなお釣りが取れました。むしろね、固定費がかかんなくなってよかったぐらいですよ。で今こういうふうに隠居活動できてるのも会社も店も持ってないからなんですよ、ね。もちろん自分の会計を決算するための会社はありますけども、一人会社ってやつですよね。でもね、隠居がなんでできるかっていうと、店舗がないから社会との接点がない、会社がないから社会との接点がない、だからなんですよ。これもだから月に行く方法の一つですよね。これがあったら月に行けないよ、これをやっていたら月に行けないよ、でもこのルートを通ると月に行けるよ、こういう風にしたら大きな収入になるよ、その選択なんですよね。じゃあ本当にね、大きな利益を残そうと思ったらどうするかってことなんですけども、もうお分かりですよね。何回も何回もいろんなところで考えたと思います。インターネットでビジネスをするということなんですよ。そしてインターネットを通じてね、情報発信、情報によって人の問題を解決することを生業とするってことなんですよ。でそこには高い付加価値がかかってきますんで、本来の自分の価値ってのは何なのかなってことを取り戻すことにもなります、ね。そうですよね。多分吉谷さんが例えば大きな重いものを持ったりとかね、何回も何回も1日に、遠くのところに往復したりとか、難しい翻訳をしたりとかね、そんなことは多分しないと思うんですよ。でもそういうことをしている人以上に自由に利益をずんどん積み上げている。しかも情報の力だけですよね、これね。YouTube の力だけですよね。こういうことなんだと思うんですよ。ここまではっきりとした実例があって、しかもそれを数年というレベルで私も吉谷さんも継続しているのに、数年数十年経済的に楽にならない人の方法を取り続ける人がまだまだ多いということなんですよね。だからどんだけね、自転車こいでも月には行きませんって。どれだけね、今一生懸命働いても申し訳ないですけども、金銭的には満たされないと思います。もちろんね、今のお仕事が大好きでね、その仕事を手放したくないっていう思いがあるんだったら、そこまでは否定しないですけども、もうこんな仕事はいつでも辞めてやるとかね、宝くじが当たったら辞表叩きつけてやるっていう風なのが本心なんだったら、宝くじなんて買う必要はありません。今日からインターネットビジネスをするだけです。 YouTube をするだけですぐらいかな。ではいってらっしゃい。